ために。忠勝、絆とは本当に強く得難いものだな。豊臣を離れてなおそれなりの勢力として立てるのはわしを信じついてきてくれた皆のおかげだ。しかしまだ秀吉殿や信長公、そして帝には抗えまい。彼らに打ち勝つためにはさらなる絆が必要だ。だからわしは各地に同盟を求めようと思う。険しい道となるだろうが手伝ってくれるな忠勝。行こう。絆こそが人の救いであると示すために。集え日の本の強者よ。ちょいと手合わせだ。ザビー教の愛の集いへようこそ。行こう、みんな。あんたとならいい肩慣らしになりそうだ。と、小十郎には内緒だぜ。稽古なら、わしも槍などを持つべきかな。さあ、始めよう、独眼竜。このね、竜がそんなに珍しいか。力の比べ合いはもうこれくらいにしないか。徳川、いるか。直虎殿、わざわざ来てくれたのか。まあな。で、本田から聞いた件についてだが、私と手を結びたいというのは本気か。ああ、もちろんだ。直虎殿、あなたたちとの絆が欲しい。女児党の武力が欲しいの間違いじゃないのか。男なんて所詮乙女を利用することしか考えてないからな。まあ、あの本田が頭を下げてきたくらいだし、武田を倒すまでなら考えてやらなくもないが。今はそれだけで十分だ。ありがとう、直虎殿。いよ、この軍。
行こうみんな。これはすごい。種を超えた絆、わしらも見習わねばならないな。シカムシャと刑事、来てくれてありがとう。会えて嬉しいよ。しかしまさかお前が進んで国王さんになろうとはな。まあこっちでもいろいろあってさ、お前こそ随分と大変だったみてえじゃねえか。ああ、わしはもう秀吉殿には従わない。それでいいんだよ。けどさ、一つだけ頼みがあるんだ。あいつと決着をつけるときには必ず俺を呼んでくれ。刑事、近海に行こうみんな。ああ、客か。もてなしてやるよ。俺たちが教えてやるぜ、わびさびをな。待て、止まれ、サビスケ。お前が追われるべき人間とは思えない。生きる、聞いてくれるならばありがたいんだ。へこたれた顔は見せられないんだ、絶対に。ダメです、それ以上僕に近づいては。この心、あなたは傑作だろ。こいつに入ってくるのさ、お前の頭ん中がな。直虎殿は忠勝のため、刑事は秀吉殿のため、それらはとても強く純粋な絆だ。だがわしはそんな思いをも利用しているのだろうな。国を、三河の民を守るために。力を覆す者が仲間という名の力であるならば、わしの求める絆とは一体何だ。力と絆、その違いはどこにあるんだ。どうした忠勝、何かあったのか。そうか、豊臣軍が動き出したか。ならば
わしも座してはいられないな。秀吉殿に会いに行こう。わしの答えと絆を解くために。それで忠勝、秀吉殿が戦わんとしている相手は、ね、松永だって。それは本当か。敵があの男だとすればまずい。一刻の猶予もない。刑事は今は呼び立てるだけのいとまもないか。行こうみんな。カッコ撃破にこだわるな。取り囲み押し進みながら潰していけ。これは驚いた。微笑ましい誤算だな。少々硬いが十分効くには耐える音色だ。好きに補足がいい。過去の残滓、今や拙なき還元に突き動かされる我ではない。伝説の忍びに加えて家康さんか。やむを得ない。これも僕の甘さが招いた結果だ。大人気味よ。我に何を期待する。お前は所詮ただの残影、振り払うだけの存在よ。あの強大なる二つの力にわしは立ち向かえるのか。いや、立ち向かうのだ。培ってきた絆で。安心してくれみんな、わしらは断じて陰らない。豊臣が将の意地、我に見せてみよ。かしこまり候補。お前は確かに北条殿の忍び。そうか、今は松永の手の者。殺し、心わしづかむその手のひらが。命まで不足し始めたか。この後に及んでのお預けは私としても困るのだがね。わしに倒れたのだ。一つの絆を壊すか。助かるな、助かるな。我らが50人がかりで挑んでも到底及びますまい。共に挑むはずだった。秀吉を捨て、求めた答えは得られたのかい家康君。答えられないか。失望させてくれるものだね。この手で果たす。それがしの武勇、存分にお使いくだされ。そんなの怖くねえ。この軍にいるおかげか。家
らせよ。今のお前に語るべき言葉などない。そうだな、そこで茶でも立てていてくれたまえ。私は今から響き合うのに忙しくてね。何と言われようと、それが絆か、家康。ならばやはり絆とお前を擁するだけのものだ。いい機会だ。兵を学んでいくといい。強きが弱きを敷いて乗る、そんな偽りなき真理を。松田、それをする限りやはりお前は絆の敵だ。覇王よ、確かに剣は今を見据えているようだな。だが剣の友人は必ずしもそうではないようだ。どうやら力の使い方は理解してもらえたようだ。貴様には感謝している。我はあの日生まれたのだからな。兵ほどの都に巡り合えるとはな。いや、陽子、我は伏せぬ。二度と足にられぬ。急げ急げ、俺真の像なんて口から出ちまえ。俺たちは武器がなきゃ戦えない。間に合ってくれ。この国を焼けば息も詰まる。自明の理だが、不思議なことだ。一緒にあいつをぶちのめそうぜ。そんで明日は西の方でいたずらするんだ。解雇か、ひどく興味深い宝だな。どうだ東将、これが真理の一つ、力だ。絆などという組紐よりもよほどこの世を変えられる。たとえそうであるとしても、わしだけはそれにうなずいてはいけないんだ。ここで花を散らすわけには。人は受け入れがたい事実というのも簡単に否定するものだ。まるで昼夜のごとくだな。消え去るがよい。我が契機、果
始まりのくさびよ。そうだな、最後の最後、素晴らしい共鳴だったよ。ふん。秀吉！秀吉！先にて太閤の軍が壊滅したとの知らせが入った。なんだと？よ、いかに貴様とてその上限は許さない。まことの話よ、あいにくだがな。しかも戦場に足利以外の軍が攻め入った形跡がある。誰がそのような不尊な真似を。まさか家康？そう、なぜか居合わせた徳川のみが残り、今この地に迫りつつあるとくれば。はあ、嘘だ。秀吉様、秀吉様、行こう。な、三成。秀吉殿が倒れ、まず思い至ったのはお前のことだった。嘘だ、私は信じない。秀吉様が、半兵衛様が撃たれたなどと。三成様。三成様ほどの忠義者が他にいようものか。私には共に戦う両手が、故に貴様らなど敵ではない。まずは小手調べよな。我も一つ博打としゃれ込もう。春はこやつよ。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。いいか、ここで
点を失うな。いや、あんた本当にやっちまったのか。三成様にとって一番大事なものを奪ったのかよ。その様子では何も伝わっていないらしい。さあ、この上お前までもが倒れたなら、さらに三成は心震わせるのだ。家康、あんた、はなからそういうやつだったってことかよ。あんたには罰を当ててやる。俺の命に変えてもよ。悪いがそうはいかない。その命、その魂、三成のために使わせてもらう。このままあれが生き絶えれば、三成は我は罰ならば、わしがこの身で受け止める。そうよな。次なるは、死の霧なぞ見舞おうてやろう。オーダルド、それは神と申されたはず。この戦、我らに義はあるのか。これも我に注ぐ光よ。三成、すでに仇がこの世にいないと知れば、お前はためらいもなく殉ずるだろう。だが、真田、我との契り守ってもらう。大谷殿、承知、捕まった。この勇姿、下がらねえよ。の虎。ああ、三成ならばきっとそうだろうな。ゆえに今だけはお引き取りいただく。今だからこそ会わねばならない。真田、邪魔だてするならばお前とて容赦しない。なんというおとなしき殺気。徳川殿、言うべきとことなられたか。今のそなたをもう一人の虎と認めはせぬ。ああ、それでいい。わしはもう虎ではない。ただ一人の罪人だ。はや分け目か。このほころび、我が作ろうてやろう。真田が御旗六番線西に置け。国を守るためならこのような命惜しくはない。手負いが虎の恐ろしさ、ご覧に入れよう。烈火のごとく、猛火のご
狼牙のごとき。まだだ、親方様の風林火山には程遠い。悪いが、果たすまでは死なないと決めているんだ。そなたとの決着がこのような形になろうとは。すまない、真田。だがわしはもう選んだんだ。いかに仕留みを巡らせようと、その心まで覆えるものか。妖怪、その様子だとあらかた察しているのだろうな。憶測だがな、改めて主は底抜けの偽善者よ。わしはただ最も効く手を打とうとしているまでだ。わしの首よりもお前の支えよりもずっとな。徳川よ、主は変わった。どちらにせよ好ましいとは思えぬが、太閤と賢人はどのような顔をしていった。安らかとはいかなかったな。所詮は道半ば、道足りてなどいなかったか。行軍、お前を手にかけはしない。その後のしるべとなれるのはきっとお前だけだろう。我すらも利用するか、徳川。我もまた憎むぞ。憎しみを否定したわしが今、憎しみに頼らんとした何がいけなかったのだろうな、戦ったら。今のわしらを愚かしく思うか、秀吉殿。いずれそちらに出向いた時には叱ってやってくれ。貴様、これよりの暴虐、私が許可しない。おのれ、秀吉様の尊き軍を。よくも、よくも。平和下がれ。奴は私が冥府へと送りつける。切り開け、何としてもなさねばならんのだ。この地表のいずこにもあの息吹が感じられない。家康、私はただ肌寒いんだ。三成、答えろ家康。貴様なのか。貴様がこの世から秀吉様を奪い去ったのか。ああ、間違いない。秀吉殿はこの手でわしが討った。家康、家康、家康。何が貴様をそこまで愚劣に動かした。絆の世を得るためには秀吉殿が邪魔だった。何のことはない、ただそれだけの話だ。そんなことのために無縁の戦に割り込んでまで。秀吉殿とて所詮は人の子だな。三成、残念だがこれでお別れだ。悪いがこれ以上お前に費やす時間はない。来い、戦つ。何、待て家康、行くな。なぜ私を殺さない。家康、いつか、いつか必ず貴様を殺してやるぞ。わしを憎め三成、わしを恨み
生きてくれ。乱世を駆け抜けた英雄、創世の御。ああ、叩かすか。